まあまあいい調子かな。はい、4時41分ですね。とりあえず 3D の、まあ、今2個投げで安定してきたんで、とりあえず10スロー回収を3連続できるまでやってみましょう。3分40秒か、いい感じ。はい、4時46分ですね。次は15スローを2連続目指しましょう。4時50分、4分17秒、この調子でもっと成功率上げていきたいですね。はい、ほな最後はね、20スロー以上回収の3アップの回収を目指してやってみましょうか。2分5秒か、いい感じ。はい、今4時55分なんですけども、今あの奈良の神様のね、ジャスパさんがこっちに向かってきてるんで、車でセブンボール11キャッチに挑戦しよう。よし、今日こそ。ポンちゃん、いえいえいえ、もう暑いですよ。いえいえいえ。きた、できた、できた。よし、4分20秒いろいろ待ったけど、できたね。サブザ5時前ですわ。よし、これでいつもジャスパさん来てもらっていいですよ。もうちょっと練習頑張ります。それでは、はい、ここからはひたすらセブンのフラッシュの練習します。やっぱ基礎大事やもんね。
りあえず5連続成功できたな今ので。うん、ああこの感覚でな、去年8月までのね感覚取り戻したいな。17キャッチできたのにね。ああとりあえずもうちょい頑張ろうか。OK、はい、56分、最後にピルジェの3連続成功を目指してね頑張りましょう。ジャスパさん到着、終了、また次回頑張ります。